こんにちは。はい、こんにちは。ポニーです。テイク2です。出だしはですね。今回はですね。はいはいはい。バイシュワルズを、はい、やっていこうかなと思って。でも最近ゲームばっかだったじゃないですか。はいはい。なんだよ、生きなくなるの。まあ、あれだよ。はい。できないっていうね。ゲームでできないって今ないやいや、あれですか、電気止められたんですか。ああ、惜しい。近いね。あ、近い。ああ、なんだろう。ガス払ってない。いや、僕らちょっと払ってるんだけど。はい、じゃあ、ちょっと石に乗り付かんで。石の、ハズスクエアに行った。ああ、なるほど。いや、最近すげえ調子悪くて、こう、無理な作業をすると、フルスピードで落ちたんだけど、余裕を持って、起動しただけで落ちるようになって、もう無理じゃなく普通っていうのを調べたらハードディスクらしくて、はいはい、ちょっとこの後修理で持っていこうと思って。なるほどですね。なので、はい、今俺たちにできることは何かってやったら、何って言ったら、ラブライブのライブを見るか、今見てみてる画面外で見るんです、まあ、それか倍数をする。そうですね。じゃあ倍数をやっていこうということで、やっていこう。まあ、今回使うデッキは、はい、まあ、自分爆車。そうですね。感じるのはまあここみたいな。いい加減切れてもらえたかったんですけど、いやいや、クロさんがずっと PC のちょっとことをチェックしてたじゃないですか。自分一生懸命構図とか考えながら設置していったのに、うん、一言も触れてくれない。やっぱりそのなんだろう、はい、あからさまなボケって、はい、突っ込んでくるだけじゃん。こんな低レベルなの。それ突っ込んでって言われると、はい、こう縮小気味になって、はい、いいかな。でも、クロさん、自分は言ってないです。ずっとその、突っ込んでました。オーラを出したから。視線で語られても、はい、もう明らかにここに出てる時点で、はい、俺嫌だ。じゃあ、行きましょうかね。いやー、まずゲームアップシーンって感じですね。よし。うん、まあ、今回は、お互いラブライブデッキ。はい、ラブライブデッキのカヨチンですね。で、クロさん、自分はさっきお返しと言わんばかりに拾いませんでした、はい、アンチョ君。このネタ、ネタともおこがましい。いやいや、分かるでしょ、もうこんな。あ、まあ分かりますけど、思いっきり思い出の場所もなくなってるじゃないですか。いるかな。いやだってこれ見る人ってもうみんなクローズだよ。確かに、もう我々ボロクサ言われますけど、本当にいるのかなっていうレベルですけど、まあいいですけど、しましょうよ。もしかしたら初心者さんの、ああそうだね、それはもう忍びないね。でそして勘違いして帰っていく。こういうドアのアゲームなんだっていうところですね。紹介して、あ、お返しますか。大魔しいよね。パクちゃんも好きなタリウム一つでもある。あ、かっこいいですよね。かっこいいんだよ、本当に。声優さんもね、すごい。いや最近の声優さんはね、声だけじゃやっていけないっていうのはかわいそう。こんなに可愛い声でも、フル歌が、そう、動けなかったり、顔がね、生まれちゃったら、そんなにも人気が出ないじゃん。そこはちょっとね、勘違いしてね、声優さんは声で勝負しよう、演技力。我々も声で勝負しよう。声。いけるかな。じゃあ、イケボでいきます。今回はラブライブ縛りであり、イケボ縛り。絞り。イケボ縛りで。マジで。ビールでやったね。一番絞りみたいな。そうそう。はい、シャングル、シャングル。ソタツのシャングル。もう普通の回になって。前後で。前後で。前後で。あ、じゃあ、すいません。ステル。ステルは、はいはい。あれ、こうしてる。うーん。2枚捨てよう。いらないなと思ったけど、2枚捨てよう。2枚捨てよう。はい、2枚捨てよう。ではバトルさん、はい、え、まあやってみましょう。ドロー。はい、いい声で、いい声で、はい、ここでクロップでドン。いや、もう、はい、はい、もうそんなのひよってるんですよ。そんなね、うん、いいよ、そんなあれは、あれは。じゃあアタックします。はい、1、2、はい、3枚しないとぼしますね。もちろん、はい。暗いのカヨチンに流れてるだけはね。そうですね。耐えた。ああ、そうでしたね。じゃあ、いきますよ。はい、まず、このカヨチン、はい、自分のターンに行かせて、こっちでこれを出しますので、
ックでいただきます。2枚です。で、ターン終了です。あの、ね、最初はいかにレベルが上がるかなんだよね。まあそうですね。でもなるべくそのキャラを持ち越させたくないからですね。そうなんだ。手札をそれで減らす。これレベル1でした。なのでこれ負けます。八百長だ。あー、すみません。いや、八百長じゃ…気づきました。八百長じゃない。気づきましたよ。2枚、2枚。あー、クラッターだ。2枚はクラッターで大丈夫です。クラッターっていうかキャンセルなんで。あー、そっか。レベルを忘れる曲じゃあ、いきますよ。はい。あ、その前に次回のライブ、はいはい、劇場版の曲全部歌うと思うんだよね。来たっけ。そうですね。いやー、やばいよ。スケースミスがありました。はいはい、ありますかね。いや、いけるよ。もう朝一ならもう並びは、その、バッテン、バッテンじゃないですか、待つとかないですかね。いや、で、ある程度、まあ、2時間前とか、ね、3時間前、常識は入んないですよ。そんな、まあ、前日から行くようなね、どことのね、テント張ったりとかしなくても、テント張ったり、まあ、アタックしますよ。12000。違うところのテントは、3000。それアウトっすよ。3000で、やばいな、キャンセルが全然来ない。あ、終了でーす。ドロー。まあ、10万キャンセルよ。お友達の正体、1枚をマキちゃんなので、3枚引いていきます。それが優秀で、こんな優秀カード見たことある？そうですね、まあ優秀カードこんな感じでたくさん。ああ、まだお見せしてないですね。で、LD チャーでいきますよ。はい。あ、もう5000台でいいな。で、ですね、じゃあ、ここでチェンジをしてます。チェンジ、このマクシャーの効果が、チェンジをするときに、この下のマーカーをストップの代わりとして使えるので、はい、これが3必要なので、2枚取ってしまって、3叩いて、手札から1枚捨てます。はい。捨てたくないですね。捨ててください。なんか、マキちゃんもチェンジが使えるんですね。もうチェンジというわけに言う隊長しか思ってないです。ドラゴンボールです。ドラゴンボールね。あ、ヒロさんと趣味合わんわ。いやね、俺ほんとみんなに言われるんだけど、あの王道を、はい、通ってないんだ俺。なるほど。邪道っていうか、はい、周りをこう迂回して、はい、今まで生きてきて蛇行しまくって、蛇行しまくたまに合うんですね、蛇行。そうそう。1万ですよ。はい、1万。戦闘力1万か。アタック、はい、1使うか。1枚。ちょこちょこのネタは分かるんだけど、あとね、最初の方見てたよ。あ、ぐるぐる画面で、はいはいはい。1、2、戦闘力1万だったらナッパぐらいです。2枚ですか。うん、ナッパって弱いじゃん。ナッパ弱いっす。あ、俺ゲームの知識しかないんだよね。あ、展開一武道会のゲーム。あー、スーパーミの方。スーパーミの方。あー、古いっすね。あの、3かな。はいはいはい。
コマンド入力するとカカロット。僕がこう飛んで、はいはい、打った時にコマンド入力するとカカロットって、はい、ブロリーが言って、はい、僕とブロリーが使えるようになるって、はいはい、ご存知の方はコメントで持ってるよっていうのが。いや、もう持ってないでしょ。いやいや、あれ名作だよ。名作ですけど、古いっすよ。面白いんだよ、あれ。終了です。ドロー。いや、じゃあ終わらせましょうかね。お、終わらせる。まだレベル0っすよ。いや、終わらせましょう。これ、叩かれるやつかな。間違えたかもしれないね、さっき。ストックにやらなかったやつですかね。あ、いや。あー、間違えたかもしれないな。これがチェンジなんだよ、本来は。これがこれになるんだけど、はい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 、何出してたっけ、違うやつ出してた、ちょっと見せてこれかな。ワンダフルラッシュの脇下だった気がするね。5000体だったと思うんですよ。多分これだったと思うんだよ。これ5500。あーで、レベル1だったもんね。あー、そうっすね。あとレベル1がないんだよ。じゃあそれで。でもね、いやこれね、まだ叩かれるね。大丈夫っす。もう、我らもう叩かれて喜んだ、ね、もう逆に叩いてくれた方が本物。そうだね。仕方されるよりはね、はい、1、2枚きついな。文目者こういうキャンセル入りました。文目者こういうかわいいっすね。あと文目者もかわいいんだよね。それ言ったらもう全員かわいいっすね。これもかわいいっすね。いや、それは3枚それかわいいって言い出したら、いや、うん、3枚それかわいいって言い出したらもうやばいよ。やばいっすかね。ピータン食べて美味しいっていうようなもんだよ。美味しくないですか。いや、食べたことないんだよ。なんで言い方するの。だってトマトを土の中に入れて腐らせるってマジどんな神経してんだろう。中国人にしか考えつかないね。いや、韓国人は人のうんこでつけないですからね。だって食もないじゃん、韓国。白菜以外しかないでしょ、韓国の食材が。確かに白菜とキムチ、唐辛子しかないでしょ。塩じゃあうんこもない。そう、肉しかないからそれはうんこ食べるよ。でも肉あったら肉食いましょう。いやいや、ほら肉ばっかだと、はい、飽きるじゃん。飽きます。だから、はい、で白菜しかない。あ、新しい食材が食べたい、はい、でもない、うん、じゃあもう食べ終わった後のものをリサイクルだよね。あ、究極のリサイクルじゃない彼らって。確かに出したものを食べてもっと出す。来てやねえかよ。永久期間だよね。永久期間ですけど、確かにムカデ人間ですよ。あー、ほんとだ。ネスケでムカデ人間だよ。ほら、ムカデ人間ほら、2人いるじゃん。2人、まあ、2人以上ですね。もう、1人がほら、ブローボロスですよ。レビュースのまだね。まあ、あー、もう終わりましょう。終わり、もう余計な話が。こういうのがいいんじゃない視聴者の人って、やっぱり。ほら、どうなんですか、ね、いっぱいいるじゃん。バイスやってる人って。で、要は、使ってる時はそんな変わんないから、うんうん、じゃあ何で差をつけるかって言ったら会話。会話クソ。いや、ほんとクソですよ。クソの話しかしそんなことないよ。ラブライブの話なんて言ってるよ。まあ、知ってますけど、いいのかな。ドローションいいのかな。話聞いた人っていないでしょ。あ、まあ、そうですね。そこら辺にやる人、小学生とか。いや、小学生大好きでしょ、うんこ。もう妖怪ウォッチかヒカキンかいうんこでしょ、小学生って言ったら。さりげなくディスりましたね。誰もヒカキン。いやいや、ヒカキンはディスってないよ。ヒカキンすごくない。確かに身を削ってお金に変えてるんだよ、うん、you
ないよ。花を花をゾウリの花を引っ掛けるとこ。そうです。花見ちゃんってね、ゾウリに引っ掛けるとこなんです。一点つらいですよ。で、プラス4線と、上を1枚見て、こっちでよくね。ラザ3004プラスじゃん。いや、下克上したいじゃないですか。あー、でこっちでも下克上だよ。よくチョイスしたよね。どでもありそうなんです。このシーンメイン見ちゃうの。あれしたっけ。うん、どこのシーンですか。これはあれじゃない、練習で雨が降ってるの。ああ、そうそう、クライマックスが鬼になって練習するとキャラクターするの。そうですね、6人です。じゃあ行きます。7戦で7戦のまだまだだったな。え、びっくり言っちゃったよ。音楽のキャラ1対2、パワープラス3000ぐらいします。3000もかける。うん、足りないな、なんか。でも5点は5点ですね。そうだね、5点は5点。誰だ、1、2、4、何ですか、4。やっと来た。いや、ここで来るのは見せ場だよね。5枚目に来るポケットラブで接近中です。でも、これからです。1、2、あ、すいません、私も1、2、3、4、4です。4枚。愛してる、万歳。完食です。ちょっと、ちょっと、いかんすね。なんやられてないでしょ。もうやられた気分ですよ。これ、キャラクターとしたらやられるキャラクター。あー、そうなんですよ。もう、今クライマックス言われたから、もうやられたんです。自分の心はもうボロボロです。ボロボロです。なぜ見てるんですか。それはどんなこと。なぜ見てるんですか。この動画何なんですか。今回ひどいね。もう、クソの話はするわ。ブレードの話はするわ。ブレードの嫌いな人とかいないでしょ。みんな大好きやね、ブレード。あ、無意味ですよね。プラスセンサルプラス1ですね。うん、アタック1、いいセンサー、はい、3、4枚4枚終わらせますよ、もうこれ。助立ちって、はい、1回の攻撃に1枚ですね。だったと思うよ。あ、だったらいいです。4枚ですね。あ、4枚1、2、3、4枚。聞いたことないでしょ。ない。2人が助けてくれる。おっと、これレベル上がったんじゃないですか。それやってきてって言います。そっち派。こっち派なんだ。ここは何が。これは戦闘終了ですよ。うるわかったときって特に音ないです。腕分からんのはあれって戦闘終了音じゃない。戦闘終了はなんかレベルが上がってくるんだって言ったら気がするけど、まあ、見ていきましょう。そうです。1、2、ほら、うまい。さすがにもう出ますよ。いや、もう使ったでしょ。結構使ったよね。もう使えましたよ。だよね。使えましたよ。やばいっすよ。これ黒さん今はレベル1です。1、はい、さあ、ダイレクトアタック、はい、1、2、3、ごめん。お、マキちゃんこっち陣営ですか。4枚4枚で、おっと、じゃあ4枚いきます。ケースのクライマックス使うと1枚で何かあります。かよ、これ辛いぞ。でもビットラブです。いや、でもここで、はい、このシャッフルによってクライマックスを呼び戻す。そう、これが大事。確定ダメージはしょうがない。先にこれですね。まず先にこれです。まあ、前回でやるんですね。前世のよっよっしゃ。これでこっちは OK です。まあ、これ確定ダメージですからね。いやー、でもこれ大丈夫。
まあとりあえずアタックフェーズに行きます。アタックします。1点です。1点と1点です。で負けるから、サイドで行かせてもらいます。ゼロ。あ、ほんとだ。いやー、黄色欲しい。そう、サインでいいんじゃない。え、サインでいいんじゃない。こっち、こっちだよ。サインでいいんじゃない。あー、もうずっと見せてあげる。あー、そうだね。そう、見せてサイドで。はい、いきます。なしですね。はい、で終了です。はい、ドロー。で、これ、リフレッシュダメですね。やばいな。終わるんじゃない、もうこのターン。この火薬強いですね。この火薬強いのが、はい、あの相手でプレイ…ちゃったこれ、ちゃった間違えたでしょ。でした。勝ちますよ。負けたかもしれない。それで2番引きます。さあ、終わらせましょう。あ、でもレベル2だった。レベル2だったもん。じゃあ、で…でもまず、両方レベル2ですから。そう。よし、じゃあ行きます。久しぶりこのコンボが来たな。マジか。あ、いや、出してるかもしれない。じゃあ、で、キャラクスです。はい、音楽室の少女。で、音楽室の少女を借りたときに、はい、このマキシャンの効果で、はい、このカードがアタックしたら全員にパワープラス1000倍です。ほう、やるじゃん。これの効果で、はい、まずパワープラス2000にして、はい、1万で、11,500 でアタック。なるほど。1,2,3番。辛いなー、辛いなー。いや、よし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 。いったね。これいったんじゃない。いや、まだね。まだです。まだまだ。私は諦めて。はい、3枚。マジか、これやばいぞ。いけ。あー、おー、はいはい、はい、いくんじゃない。あー、そうっすね。あと2枚だよね。あと2枚です。だから、もうこれで2枚、もうそれが通れば終わると。終わる。1、2、はい、2枚。あー、うわいやー、このデッキはね、強いんですよ。強いですね。自分の中で一番勝率が高いデッキで、うん、まあ、このね、このマキシャがすごい強くて、レベル2で1万、強い。まあ、その代わり普通に出したら、うん、出た時に1力をダメージ食らうんだけど、まあ、それでも1万だから、うん、そんなら、ね、あれはあるよね。こっちのクヨチンはなぜ200なんですよ。で、自分は、はい、夢の扉を控え室に入れたかったんです。はいはいはい。あ、夢の扉じゃなくて、素の牌ですね。素の牌の牌、はいはい、で、ようやく控え室に入った時に、チェンジが、あの、シャッフルが入りました。そう、そうなんだよね。あの、せっかく、この夢の扉2枚あったんですよ、これ。あ、これで、素の牌を読み出して、レベル2で、どんどん迷惑をかけたんですよ。そういう時、いや、やっぱチェンジの音はね、うん、いっぱい入れておかないと、うん、なかなか来ないから。4枚積みだもん。あー、それはいかんですよ。なんでなんで。やっぱ好きでしょ、モキちゃん。モキちゃん好き。だったら、全種類でやる。いやいや、だから2デッキ作ったんだ。いや、全種類入れたでしょ。いやいや、こっちで2デッキやるから。ブースター、ほら、それぞれによってその段に出たやつのカードの強化は大体入ってる。そう、それはいけないな。いや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 。自分とかもいろんなダムのカードちゃん。だから2つ作ればいいんでしょ。2つ作るほどカードを持ってないんです。それがマネーパワーに物を言わせる。まあ、そうですね。まあまあ、じゃあ、まあ今回はですね、はい、ラブライブで戦って、はい、まあ本当リクエストをですね、はい、こういうデッキが見たいとか、
まあ、ブレードデッキみたいですね。ガメライダーガメライダーモンデルゴっていうイベントカードを使うと、はい、立花さんの攻撃パワー1万2000まあ、そういうことですね。はい、3回転丼したことで後ろと、後ろとじゃない、バリシュマルツやってきましたけど、はい、まあ、次回はですね、まあ、リクエストにお答えするかどうかわかりませんけど、はい、まあ、皆さん日本撮りになると思うんでですね、はい、日本撮り、日本撮り、あー、なるほど。次は仮面ライダーさあ、多分ですね、次、あのアイドルマスターシンデレラガールズの、はい、10月に出るんですけど、うん、それをするか、リクエストのどちらかになると思います。ラブライブ対アイドルですか。ああ、いいね、うん、どっちのアイドルが勝つか、勝つのか、まあ、自分元プロデューサー、そうだね、元プロデューサーでラブライバーに尽くして、俺もなんだよね。あ、そうです、そうそう、プロさんはそうだ、プロはあのアイマス2をやってるゲーム、ああ、はいはいはい、でもアイマス金かかりますからね。俺あのだからシンデレラガールズはやってなかったんで、ああ、それは正しいです。50万セッティングするとコーロン取るっていうのをきちんとしよう。切れちゃえばあれですね。あの何の話してるの？次回の、うんうん、あ、そうでしょう、まあ、とりあえず次回は見て、はい、はい、まあそういうことで、まあ、こういうこと、まあ、準備しても私は触れますなぜならあの冒頭で怒ってるからです触れられなかった、揺れてくれなかったね何触れることが大切ですよ。大事なことです。ではですね、はい、まあ、次回、まあ、何が来るかですね、はい、ぜひお楽しみにしていただければと、はい、編集もそろそろきつくなってくると思うのでここら辺でそうですね、はい、じゃあまた、はい、次回お会いしましょう。はい、コンティニューでした。コンティニューでした。